無理無理でしょ、危険だよ危険だよ、多分大丈夫今回は。そう、ちょ前回に引き続きさ、これみんなに言うか迷ったんだけどさ、あのやべえなって時あるじゃん、ネタがぶっちゃけこれやべえなっていう、長いなとか、あこれやばいやつだみたいな、そういう時にさ、あごめん SM の風俗の話するね。 SM の風俗の話なんだけどさ、本当に痛い時のためにさ NG ワードみたいな決めるのよ。やめてってさ、やめてくださいってさ、やってくれってことじゃん。だから本当にやめてほしい時のためにやめてくださいっていうのじゃなくて、例えばストップとか、なんかそういうこう英語で言うとか、ハンバーグ、ハンバーグは、まあまあ、そういう言葉を決めとくのよ。だからさ、ネタがやばくなった時にさ、なんか俺たちもさ合言葉決めようぜ。ネタがやばくなったら合言葉を決めて、つぶがいが駆けつけてむちゃくちゃにする、つぶがいが駆けつけてむちゃくちゃにすると。まあ合言葉はそうだな、絶対言わない言葉でしょ。リスナーさん、俺リスナーさんって言い方しないから、絶対に。これリスナーさん怒るで、リスナーさんって言ったらぶち壊していった合図、リスナーさんにしよう。違和感半端ない、相当違和感半端なくない？はい、ということで今日はリスナーさんからちょっとリクエストのあった企画で、リスナーさんたちに50人参加してもらいました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。やべ、超違和感あるな、なんか気持ち悪い。で、そら豆のネタか、くん来て。何？今回はそら豆&プニクマンのスタジオを作りました。ここは撮影の見学もできるんで入ってみましょう。ここは収録スタジオです。グリーンバックスタジオ、段階は全てグリーンバックスタジオとなってます。右側オフィスで真ん中の部屋が書斎です。ああ、そうなんだ。過去の台本が入ってます。おお、タバコもっと、劇場版なんだ。あ、編集してる。お耳ダンボにして聞いてね。編集担当の住人君と研修中の人を動員して、違う違う、カンパケ上がる前にサムネ候補の画像を作って、いや、おっくんさんには別の素材、いや素材がまだ来てなくて、またこっちでもスケジュール調整する。今後失礼します。え、俺綿棒、綿棒ちょっと、それリスナーさんわかるかな、リスナーさんこれリスナーさんわかるかな、これこれは AI 撮影用、あ当てたら10万円、本物のお兄ちゃん当てるまで帰れません。ああの AV か、 MC 豊が好きなやつでしょこれ。もうリスナーさん、リスナーさん、てかプニクマンは一体何だったの？やらされました。こんなことやって内定が取り消されたら、内定が取り消されたらどうするの？これエロいやつやないか、だってこれ、あ、エロいやつじゃん、だってさっきカキカマの AV とかやらせてたの、エロいやつやないか。お母さん当たってんじゃん、エロいやつじゃん、先見の目。ちなみにカキカマの台本はプニクマンくんです。エロい、エロい、エロいやつやないか。母親がこの前家に来て本当に心配されました。どうするんこれ。てかさ、同期にさ、会社の同期にガチで一人ぐらい50人クラスと見てる人がいるかもしんなくね。なんか声とかさ、声でさ、入社式で登場させる、あ、そう、特定さ、泣いて取り消されたらどうするんそれで。え、だって声がさ、プニクマンの声ってさ、まあ OK、 ちょっと出すとまずいな。まあでもちょっと出そう、まあちょっと一応念のため、みんなリスナーさんがねかわいそうだから出そう。プニクマ運転、はい、こういう声だけどさ、プニクマンってなんかこの声でさ、入社式でさ
読まされるんでしょ。え、じゃあ次新社会人の皆さんがもしこの動画見てたら、入社式でねこの声には注意してくださいって。ちょっと太ってるかも、うん、ちょっとぽっちゃり気味。終わりだな。もう内定が取り消されたらどうするん。いや、どうするん、どうするんだろうね。この前欲しいものリストの開封動画、妹に撮影頼んでました。何それ、何この動画、何これ何これ、え、何この息荒いの。息荒くない。これどうした。さっき届いたよ。あー、これポッカレモンや。やった、こっちは生き切れマシン。いや、欲しいものか。お、やった、ありがとうございます、ありがとうございます。やった、やった、やった、ハンバーグ。いつもこんなことしたら気持ち悪いんやけど。は、なんか、なんでこれ、このゼーハーゼーハーしてん、大丈夫か。なんでこんな、なんかこれエロいやつじゃないか、これ。いいね、ホームビデオだねこれ。よくこんなのあげれるね。おやめろ、やめろそのスキン。これ内定取り消されるわ。取り消された、これどうするんこれ。うん、来て。あー、バチカンか。ここブッダ見つけました。いかにもミーがぶったことペンタマ知ってる歌。ちょっと待って、あのいろいろね、あの混雑しすぎててわけわかんなくなってる。 なんかあるよって、中国人じゃないから別にぶったって、あの混雑しすぎてわけわかんなくなってる。ミーの修行はつらいあるよ、イスラエル。もう全部ダメじゃん、もうもうめちゃくちゃじゃん。高カロリーなネタだな。なんか何やってんのこれ、何やってん、何やってん、何やってんのこれ。なんか地下で労働してね。あ、ちょっと、あ、強っ。え、多分殺されるの想定してなかっただろ今。強いな。一体何がしたかったんだ、一体何だったんだ。くん来てん。ここはたい焼き帝国の土地、勝手に建てるな、バカバカ。公共のスペースではありません。これ壊してほしいの。あ、大丈夫かなこれ。ゴー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 。おお、たい焼きに被害が及ばない程度の破壊だ。忍者転生と違うな。注意、これは動画上の演出です。双方の信頼関係のもと合意の上で行われています。これからさ、ジャダムがさやるとき全部それ出そうぜ、その文章。注意、これは動画上の演出です。双方の信頼関係のもと合意の上で行われています。なんか SM のやつみたいじゃないこれ。で、全部被害者と本人のが仲良く並んでるところを右下にこう表示するから、こう小さくツーショット2人仲良しっていうのを表示して、そうそう、握手して写真みたいな、楽しかったねっていう。ただただ困惑してる人いるけど、なんかたい焼き、なんかもうあの理解してない、多分たい焼き状況を。あ、たい焼き最近来ずにね、こいつずっとねカウンターストライクやり続けてるから、あの状況が分かってない、まあ、しょうがないね。映り込まんといて、今収益化してるから、あの今あの注意文表示して、あのこれは動画の演出ですって、そこもその発言も動画の演出、動画上の演出です。どうしたの空豆。え、なんか空豆なんかいないことになってるよ、なんで。え、なんか空豆に TP できない。なんでこいつわけわからんところにいるの。こいつ透明じゃね。え、空豆っている、みんな空豆って知ってるか。え、誰、あれいないか。チャットで
そら豆って、誰だっけ？タブ押してそら豆いなくない？だって本当にいないよ。まあでもいない、まあそんなやついないってこと。なんかあれだぞ、配信のコメントで MS も小太郎もたい焼きも来なくなっちゃったとかって言ってる。あのたい焼き今いますけど、勝手に殺さないでください。あの勝手にあのたい焼きさん殺さないでもらっていいですか。あの一応今ここら辺にいるんで、たい焼き。まあ古来より急に来なくなったやつって著名で多いよな。にゃん吉という伝説の男の存在を、あの諸君は知っているか。にゃん吉という伝説の男がいてだな、にゃん吉砲という大砲を作って甲状腺をにやかしをしていたにゃん吉という男がいて来なくなったんだよ、彼も。あれなんで言えん、少しだけ闇があるから言えん、少しだけ闇があるから言えんが、あの人間関係トラブルというか、まあちょっとなんか苦手な人ができちゃいましたみたいな。俺はいじめてないよ。いや、ジャダムの時いたっけ。ジャダム、いたわ。苦手な人ができましたって言って、その人はもういないならいつでも復帰できるのでは。にゃん吉くん、あのゴドンさん、あのアンに今いるよね、いないのかな、いるのかなって確認するのはやめてもらってもいいですか。ゴドンさん、いるかいないか確認することになっちゃうんで、あのちなみにあの答えで言うと います。いるので、ちょっといらっしゃるので、いらっしゃるので、あの回答としては誰？ジャダム謝っておけよ。みんな来なくなっていくもんだ、桜のように。500円で売ります。詳しくは DM まで。くん来て、さっきの続き。え、高そう、リスナーさん案件じゃない、大丈夫。用意してるやついるぞ、完全にやる気満々のリスナーさんいるけど。バチカン憲法の奥義を授ける、ある。え、あの、その隣の黒人は誰？あー、そう、こっちに授けるんだ。アトラスのネタ、塩味って言われてました、編集者から。若干塩味気味、薄味気味って言われてましたんで、でっかい豚骨お願いします。カットされました。あ、なんか一回カットされてるはず、確かね、カットされたの確かなんかあるはずだよ。俺なんか、あのネタないなみたいな。いや、多分それは多分問題があってカットしたのかもしれない。多分なんかコンプライアンス的にカットした可能性はある。じゃあ捨て油濃厚なやつで頼んで。アトラス陸軍を空軍にしました。どういうこと？どこに空軍があんの？え？どこ？は？おお、すげえ！え、やば、かっこよ！え、かっこいい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 、クソかっこいい！いいね。おお、空挺部隊じゃん。3人墜落。墜落多いな。え、大丈夫？墜落して死んだ？戦死？新兵なんで生きてます。エリトロを使っての急降下爆撃もできます。 GO。 おー、すごい、急降下爆撃してた。え、すごっ、かっこいい、かっこいいね、これは。おー、なんか一部なんか突っ込んで死んだけど、アッシー出る将軍です。なんか最後物理で殺してなかった？これ陰キャ、これバンしていい？オッケー。よし、燃えるか。僕はどうしたらちゃんとネタができる。頭の中から声がする。空豆。え？
なんか頭の中で声がした。頭にアルミホイル巻け、みんな。電波が受信されてる。思考盗聴されるぞ。ほら、つぶがい見習え、みんな。頭にアルミホイル巻いてるぞ。チルノとつぶがい。思考が盗まれるよ。イカホくんもほら、頭。イカホめちゃくちゃなんか頭やばそうな人って感じだな。頭やばそう、そのアルミホイル巻いてるの。かなり似合ってる。あー、アルミホイル巻いてる人いるわ、ここにも。ミショ君もなんか、そのヘッドギアいいね。そのヘッドギア。ああ、はい、すいません。アルミホイル転売してんの？アルミホイルの販売やってくれてんのか。すごいな。不足するからな、これアルミホイルが。何これ、アルミホイル不足か。